将来はスノーボードのインストラクターになりたいです。スノーボード専攻科、谷村奈美です。スノーボードのインストラクターになりたくて、ここだと環境も整ってて、スノーボードに専念できると思ったからです。オフシーズンはスケートボードとトランポリンをしています。シーズン中は大会や検定に向けて日々練習を頑張っています。誰にでも頼られるインストラクターになりたいです。